昨日夜、同東の釧路町で熊一頭が中学校の敷地に入っていくのが目撃され、今朝の登校時間には警察などがパトロールを行いました。昨日午後7時ごろ、釧路町鳥取市西六丁目の国道391号で車を運転していた人から熊を見たと警察に通報がありました。警察によりますと、体長およそ2メートルの熊一頭が 国道を横断して東野中学校の敷地の中に入っていったということです熊の目撃を受けて今朝は警察などが通学路をパトロールし生徒の登校を見守りました釧路町では昨日夕方にも中学校からおよそ2キロ離れた住宅のそばで熊1頭が目撃されていて町は熊を呼び寄せないようゴミの管理の徹底などを呼びかけています